でせっかくなんで五葉松のちょうど今の時期のこんな芽が出てるんで、はい、ちょっと芽の整理ですよね。で例えばここいっぱい出てますよね、うん、でこういうのは2本にしなきゃいけないんで一番強いやつは摘んじゃうと、うん、一番伸びてるやつ、ね、伸びてるやつを摘んじゃう、はい、それで左右ありますんでこの左右のところを残すっていう芽を抜いちゃうとですね。これでこう左右の芽ができたよと、はい、でさらに言うとこれをですね半分にこう変えてあげるんですね。でこのちっちゃいプチプチありますよね、うん、プチプチが、はい、まあこれは短いからいいか、まあ、ちょっと上の方だけ取りますけどこれをこう変えてあげるとするとこれが葉っぱになるんですね、これが、はいはいということになります。もう一本ぐらい、あもう一本ぐらいね、あここにしましょうか。でこれはこういう場合は3つあるんで真ん中のやつを書いた取ってあげる、はい、はい、でなおかつ これが葉っぱがこのまましとくと葉っぱがこう伸びていっちゃうんで、うん、先端を摘んであげる、ちょっと気をつけない、そうするとこれが葉っぱになってくるよって、はい、でこういうのはみんなたくさんあるんで同じようにやっていきます。真ん中を取ってちっちゃいのも取って、うん、でこれで枝を作っていくんですけど、だからここは軸が今度枝になってきますね、はい、小枝になって葉っぱになるってくる。で葉っぱは短く冷たいんでこう少し先端を切ると、先端ですね、うん、はい、これねこう用事で丁寧な人は用事を刺すっていう人もいるんですけど、これ途中で刺して結局その葉っぱの先端を傷めたくないから、はあはあ、刺すだけで取れるんですね。刺すと、うん、そうするとこの葉っぱを傷めないで済むんですよね。こう折るとどっちか傷めますよね、葉っぱをね、うん、こういうふうにやる人もいますね。これは相当丁寧な時間のある人ですね。はい、これをやるとどうなる、はい、そうすると葉っぱが、このままほっとくとですね葉っぱがねずっと伸びちゃうんです、長くいっぱい。なんで、少なくすることによって短い葉っぱが作れる。じゃあこの下の、はい、今 の, この伸びてる人たちは、はい、それやったやってない。いやこれ何多分どれもやってないですね。どれもやってないですね。結構葉が長い。長いから何もやってないからですよね。そういうことが原因なんですね。そうですね。ですからこういうのも取ってきれいにしちゃいます。こういうのは単純ですね。これ周りのこういうやついっぱい切っちゃって、うんうん、で2つ短いやつ取っておけばいいわけですね。で赤松はですね、赤松と黒松同じ、これも変えてやるんですけど、赤松は一つには6月頃、まあ木の大きさによって違うんですけど6月、まあ大きい木だと6月の前半から中旬、うんうん、商品になってくると6月中旬とか7月入ると、まあ、ギリギリできますけど、目切りっていうのをやるんですね。目切り、ここから元から目切りをします、はい、6月例えば後半に、うんうん、でそうするためにはこれは元気つけておいた方が、うんうんうん、目を切った時に目が吹きやすいんで伸ばしておきたいんですけど、伸ばすと今度ここが伸びちゃう、臓器と一緒ですよね、はいはい、ここが伸びちゃう、なんでこいつは半分に折ってあげると。折ってここも葉っぱが、これは葉っぱに残るわけですけど、五葉松と目的が違うのは、赤松はここを伸ばさないために押さえてあげる、これを取って押さえてあげる、はい、目切りを考えたら元気つけておいた方がいいんですけど、ここは伸ばさないために折るっていう目的が、で五葉松は、目切りしないですから、はい、目切りしないんであくまでも短い葉っぱを作るために半分に折ると、半分に折る目的がちょっと違うんですね。半分に折るのはやっぱり6月なんですか。半分に折るのは今ですね。今やって、今やって、で6月に根元から切る。そうですそうです。で目切りをするんですね。赤松はかなりちょっとざっくりしちゃいますけど、こんな風に、要は力を抑えてあげてここの軸を伸ばさないために、うーん、今半分を抑えてあげると、目切りのことを考えると伸ばしてあげたいんだけどもっていう、その瀬戸際のところですよね。なるほど、はい。五葉松は伸びちゃうと葉っぱも伸びちゃうんで、うん、短く半分に刈ってあげると、うん、ちなみに黒松はどうですか。黒と赤は一緒ですね。黒と赤は一緒ですね、はい、
で若干ですけど赤松の方が芽切りがちょっと早いって言われます。っていうのは、赤松はもともと葉っぱがこう優しく伸び長く伸びても構わないんで、はい、あの早く切ってあげた方芽切りした方が、まあ、早めに葉っぱも長く伸びるよと。黒松はあんまりこう葉っぱを伸ばしたくないんで赤よりはちょっと遅めにやると芽切りですね、はい、という感じで、まあ、同じこういうね芽を半分に折る書くっていう、ものでも五葉松とはちょっと目的が違うと、うんうんうん、はい、いうことですね。しますかねこれ。いや可能性全然あるじゃないですか。あります。うん、ラッキーですよこれ。水くれ勝負だね。1000円。誰が持ってるやつですか。これはあの後ろの方でもうほぼ放置されてた。ああ、いやこれはえらい金額しますよこれ。これが、まあ、復活したら運もあるじゃないですか。そうですね、10倍。いや10倍どこじゃない。運10倍何年かかるか。いやだけど大丈夫ですよこれ。本当ですか。川崎先生はちょっと厳しいんじゃないかと。あ、そう、私はいけると思う。正解は1年後。冬ですよ。冬をどう越すか。室内かな。